娘が机の上にお店を開きました。小さな娘が踊ってくれたり、ポーズを決めてくれたり、そしてピアノを弾いてくれたりします。ふと一枚のロゴを描きました。娘がお店屋さんをやったらこんな感じかなって。せっかくなんでコンビニのミニチュアを作ることにしました。素材は段ボール、看板とか店の前のアスファルトとか、コンビニっぽさをどんどん詰め込んでいきます。それっぽい感じになるように色を塗って、できた。窓にスマホを装着したら、コンビニっぽい。パターン赤、緑、白、目標コンビニです。そしてズームを立ち上げてリモート会議を開始すれば、お店の中から小人さんが登場。あ、すごいすごい。小人の店員さんが踊ってくれます。ピース、あ、いいね。ガチョン、さあ無茶ぶりにも答えてくれた。これが令和のガチョン。小人さん、ありがとうございました。おいおい、去り際がワイルドだな。まったねってまたねが早っ。で、あら閉じるのね。